皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが11月10日に配信したアメリカ版こっくりさん、ウィジャボードに関する秘密を3回に分けてご紹介します。ウィジャボードの秘密。皆様は今までこの世で最も危険なゲームであるウィジャボードをしたことがありますか？ウィジャボードは魂の板とか話す板としても知られています。また魔女のボードとも呼ばれ、このほぼ100年にわたり人々の心をわしづかみにしてきました。これは神秘のベールに包まれ、超能力や霊との遭遇、気違いじみた現象などの話があります。本日はウィジャボードについて探求し、どのように発展したのか、それが果たした役割について、またこれで遊ぶことの危険性などについてお届けします。またウィジャボードで遊ぶことは安全なのか、そして死者と安全な形でコンタクトを取ることができるのかについてもお話しします。これがウィジャボードという最も危険なゲームの実態です。1848年に深い森で隔絶された場所で異常な出来事が起こりました。ニューヨークのハイズビルでマーガレットとケイト・フォックスという二人姉妹が、すでに亡くなった行商人の霊とコンタクトしたのです。このお話は瞬く間にアメリカとヨーロッパに拡散して人々を虜にしました。これが現代のスピリチュアリズムの幕開けとなったのです。そして世界中が死者と交流することに夢中になりました。これがスピリチュアルな教会をも巻き込み、特に女性の信奉者があの世と橋渡しをする役割に取り憑かれたのです。彼女たちは生まれついて霊媒となる運命であったことを信じ、霊と人間とをつなぐ役割を演じました。こういった小さなスピリチュアルな団体がニューヨークのカッサダガ湖周辺で形成され、今でもニューヨークでリリーデールとして活動しています。全米から馬と馬車ではるばるニューヨークまでやってきて、亡くなった親しい人たちと再び相まみえようとしたのです。その中には有名なスーザン・アンソニーやリンカーン大統領の夫人であるマリー・トッド・リンカーンも含まれ、わざわざニューヨークを訪れ、チョーチフスで11歳で亡くなった息子の霊に会おうとしました。またリンカーン自身も霊媒師をホワイトハウスに招いて、11歳で亡くなった息子のウィリアム・リンカーンと話そうとしました。死者と交流したいという熱狂的なブームから始まった現代のスピリチュアリズムは、様々な形の霊と交流する道具の発明へとつながりました。それには霊媒師が自動書記をするテーブルから、悪名高いウィジャボードまで含まれます。死者と交流するこれらの道具の中には、小さな四角型の紙にアルファベットが書かれた単純なものもあり、円形にこれらのカードを並べて霊媒師がグラスを指で支え、死者からの回答をそのグラスが指す文字で伝えるものもありました。二人の人たちがこの霊媒師のマーケットに参入し、トーキングボードという素晴らしいアイデアを思いつきました。それが現在ウィジャボードとして知られているものです。これはアルファベットと文字、そしてイエスとノーが板に書かれており、文字を指すためのプランシェットという道具もセットになっています。そうやって霊からのメッセージを伝えるものです。このように簡単に霊とコミュニケーションのできる道具は何世代にもわたり人々を魅了してやみません。ウィジャボードの起源は19世紀後半に遡り、当時はスピリチュアリズムがまるで80年代のマドンナのように大流行した時代でした。スピリチュアリズムは精神世界と交流できると信じられており、それは私も同じなので私もスピリチュアリストだと言えます。1890年にウィジャボードは今日の形となり、チャールズ・カナードとエライジャ・ボンドがカナード・ノベルティ社を設立しました。この板は初めは家族向けのエンターテイメント目的で販売され、トーキングボードと銘打って売り出されました。1891年にカナードは会社を去り、ウィジャノベルティ社という名前になりました。このウィジャという名前はある霊能者が良き幸せをという意味で放った言葉と言われていますが、
実は2つの単語の組み合わせであり、フランス語でイエスという意味のイと、英語ではジャーと発音するドイツ語でイエスの意味のヤーが組み合わさったものです。チャールズ・カナードはボロボードという板を作り商標を得て、イリノイ州のシカゴで製造を始めました。ボロとはラテン語で飛び散るという意味ですが、それはまたシカゴから50マイル離れた場所の地名でもありました。この板は3ヶ月にわたり製造され、またカナードと彼の会社にウィジャ社から訴訟を起こされました。彼らの法廷闘争は一番売れるレートの交流する道具の市場をめぐる戦いであり、また似たような板が市場に出てきましたが、それらは長続きしませんでした。1901年にウィリアム・フォールドがウィジャノベルティ社の製造部門を買収し、彼は21種類の板を3カ国で商標登録し、それが120年後の今日私たちが知るウィジャボードとなったのです。多くの人たちがウィリアム・フォールドのウィジャボードを真似ようとしましたが、彼が亡くなる1927年まで法廷でことごとく退けてきました。ウィジャボードは第一次世界大戦まで大変な流行となり、人々は大いなる混乱と損失の時代に霊能者に助けを求めました。そしてその版権や商標をめぐり多くの人たちや企業が法廷闘争を繰り広げました。1966年に有名なゲームとおもちゃの会社であるミルトン・ブラッドリーがウィジャボードの権利をフォールド家から買収してその会社から販売を始めました。それからこの板がおもちゃやチェーンストアで大量に売られるようになったのです。しかしこの遊びは子供たちが邪悪な存在とつながる扉を開けてしまうことを意味していました。その後ハズブロ社がミルトン・ブラッドリー社を買収し今に至ります。ウィジャボードは19世紀後半から20世紀に至るまで多くの人たちに販売され、死者や霊とつながり話ができる道具として用いられてきました。80年代から90年代にかけてハズブロ社は何度もウィジャボードの販促活動を行い、新聞広告やテレビの宣伝でこのようなスピリットとつながる道具を子供たちに売っていたのです。そして親が知らないうちにベッドの中で暗黒のウィジャボードで遊ぶ子供が出てきました。そして部屋の中で異次元との扉を開けてしまうのです。そうやって長きにわたりウィジャボードは危険であるとか注意せよという長い論議を巻き起こし、また悪霊を呼び込むとか、精神に異常をきたすという話まで出てきました。その中でウィジャボードを使う掟が出てきて、この掟に沿って使わなければ悪霊に取り憑かれるという噂も立ちました。それをご紹介すると第一の掟は絶対に一人だけでウィジャボードを使わないでください。また絶対に公衆の前で使ってもいけません。もし一人で使った場合は悪霊や悪魔に取り憑かれて恐ろしい行動に出ると言われました。第二の掟はウィジャボードを墓地や凶悪殺人事件の現場で使ってはなりません。その理由はそのような場所でその道具を使えば文字通り悪霊が様々な形で使った人を攻撃するというお話です。そして闇のベールから出てきた悪霊がその家族や近親者までも襲うというのです。いかがでしょうか？日本のこっくりさんはテーブルターニングという占いの一種を真似たもので、ウィジャボードはこれを製品化したもののようです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。